オイシティです。僕のいるここオイストではいろんな人たちがいろんな研究をしてるんだ。でも研究って言っても難しいことはよくわからない。今日は僕と一緒にサイエンスの素晴らしい世界を覗いてみよう。どうしたんだい？実は小さい頃に離れ離れになったお母さんを探しに町に出てきたんだけど、同じ顔のネズミが多すぎてわかんないよ。誰が僕のお母さんなんだ？なるほど。あ、そんな時はクリマさんに相談だ。クリマさん？オイストの研究員の方だよ。多分ネズミくんの力になれるかも。クリマさん。はい。これはこれは、オイスティ君じゃないか。そしてネズミ君まで。どうしたんだい？ネズミ君がお母さんを探しているんだけど、みんな見た目が似すぎていて分かんなくなっちゃったんだ。なるほどね。どんなに見た目が似ていても似ていなくても嘘をつかないのが遺伝子なんだよ。遺伝子？そう、ネズミ君、お父さんとお母さんから産めたんだろ。ってことはお父さんとお母さんの遺伝子を確実に受け継いでいるんだ。実は地球上に生きているいろんな動物、生物はこの DNA を遺伝子として使っているんだ。昔の人間の祖先の骨からも DNA が取り出せるんだよ。 DNA の取り出しって難しそうに聞こえるけど、とっても簡単に DNA を取り出せることができるんだよ。ちょっとどいてね。このチューブに水を入れます。そして洗剤をちょっと入れます。塩もちょっと入れます。そして僕の DNA を取り出すために僕唾を吐きます。そして最後にエタノールを入れます。すると次第に DNA が見えてきます。本当だ、見える見える。これが DNA？ 意外と簡単だったでしょ。最初も言ったように DNA を調べることで血液型とか肌の色とかも分かるし、あるいはなりやすい病気とかなりにくい病気も分かるんだよ。サイエンスの世界ではネオンデルタル人の化石から DNA を取り出して彼らの肌の色、髪の毛の色なども分かるようになるんだよ。だからネズミくんの DNA を調べてネズミくんのお母さんを見つけることができるかもしれないよ。わあ！ネズミくん、お母さんに会えたかな？おい！オイスティくん！わあ、お母さん探せたんだね。うん！クリマさんに言われたことを考えたんだ。そしたら、見て！僕の尻尾、白くてさ、お母さんのも白い！それで、DNA 検査したんだ。よかったね。いやー、科学って本当面白いね。みんなも知りたいこと、知らないこと、疑問を持つことを大事にしよう。オイストで待ってるよ。バイバーイ。